こんにちは、アルフです。皆様お久しぶりです。本日からめちゃくちゃアレンジ第2弾としてこちらの秘宝伝伝説への道を打っていきたいと思います。タイトルはアルフの秘宝伝1万街道と試練の子ということで、まあ完全にあのクレアの秘宝伝のパロディなんですが、まあタイトルはね、なんとなくもうフラーっとした感じでいいので覚えておいてください。まあ、タイトルはさておき、早速今回のルールとミッションの説明をしたいと思います。でまずルールなんですけど、今回の秘宝伝の設定は6でやります。で1話を、まあ、1000ゲームっていう縛りにして、でまあその開始時にですね、こちらのミッションカードというものを作りましたので、こう裏面にこうチャンス名を1回引けとか2回引けで1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 までありますんで、あのこれをまあシャッフルして、まあ、一番最初にピッと引いた数のチャンス目を引くということが、あのまあ1話でのまあミッションになります。まあ、これがもちろん達成できなければ、あのまあ罰ゲームをやるんですが、今回のあのその罰ゲームは、今ちょっと画面に出てると思うんですけど、あのドリアンサイダーを買いましたので、それを一気飲みしたいと思います。届いた段階でちょっと匂ってたんですが、やっぱ臭いねあの本当に飲みたくないけど、まあちょっとネタにもなりますし、ちょっと買ってみましたんで、まあ、ミッションが達成できなければその都度飲んでいこうかなと思います。なので今までのあのデビルマンみたいに、あの途中で400ゲームとかハマって罰ゲームっていうことは基本的にはなくて、あの動画の、まあ、最後にあのジャッジして、そこでまあ罰ゲームをやるか否っていうところをまあ決めます。まあ、最終的に1万ゲーム回した時点で、成功回数と失敗回数をジャッジして、なんで例えば基本的に1話が、まあ、1000ゲームなんで、まあ、10話で終わる予定なんですよ今回は。なので、まあ、1話から10話のうちに、まあ、成功が6回失敗が4回だったら、まあ、成功回数の方が多いので、まあ、その時はもう罰ゲーム1回免除っていう、1回というか、まあそうですね、罰ゲームは免除になります。で、今回も、まあ、メインのミッションも、ありますんで、それはちょっとこちらをご覧ください。ということで、メインのミッションが達成できなければ、どきつい罰ゲームをやろうと思います。ですね、まあ、前回のデビルマンをやった時の、ミッション達成できなかった罰ゲーム、どきつい罰ゲームっていう話があったんですけど、すいません、まだちょっと動画の方に上げれてないし、まだちょっとやれてないんですよねすいません、ちょっとやりますんで、それは間違いなく、それはそれでちょっと楽しみにしておいてください。というわけでちょっと設定を変えようかな。今から6に打ち直します。ね、今設定も変えてデブも変えました。では今からですね、早速回していきたいと思いますが、最初に言ったこちらのミッションカード、まあ秘宝伝のね、記念すべき第1話のミッションをね、チャンス目回数を決めていきたいと思います。よし、こんなもんでいいかな。じゃあ一番上のカード引きます。では記念すべき第1回のチャンス目回数はこちら。じゃん、わあ厳しいんじゃねえか。チャンス目を7回引けということで、今回第1話チャンス目7回引きたいと思います。
じゃあ気合い入れて最初のレバーオン、レッツゴー。あ、そうだ、忘れてた。あの今回ちょっとデータカウンター前回つけてたやつ、もちろん画面のどこにもないんですけど、僕の手元にこれがあるんで、あのそれで回していきたいと思います。ちょっと見にくいんですけど、見えるかな、これ達成した時見えるかな、なんとか見えるか。よし、あのまあ僕は手元でこれを見ながらやっていくので、まあ非放電ね、結局まあご存知の方も多いと思うんですけど、まあチャンス名っていうのがだいたい設定6どんなもんだったっけ、まあだいたいざっくり言えば100分の1くらいでチャンス名落ちてくるんですよ。なんでまあそのボーナスとかボン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 上がっていくんで、まあずっとなんかこの辺にカウンター値とかついてると、おっとちっちゃりか、まあ、邪魔くさいなと思って、あの今回はもうなしにしました、あえて。まあ実際その通常時とかも今こうやって喋ってますけど、まあ僕のいつもの通り雑談とかがない限りは、まあどん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 すっ飛ばしていこうかなと思ってるんで、まあ今回はデータカウンターはありませんので、その辺はご了承ください。あと今これ部屋の間接照明1個つけてる状態なんですけど、何にもつけてないともうほんと真っ暗なんですよね、結構。なんで今こうやってちょっとこの辺のやつとか見えてると思うんですけど、最初こう設定っていうかセッティングしてる段階で全然見えなくて、なんかどうもちょっと見栄えが悪いなと思ったんで、1個だけつけてみました。どうですかね、まあ、真っ暗でもいいよっていう人がいたら、まあ、が多ければそっちに合わせようかなと思うんですけど、僕はまあこっちでいいかなっていう感じなんで、このまま続けていきたいかなと今のところ思っています。で、まあ、皆さんにちょっとお詫びしないといけないことがあって、僕そのデビルマン終わってからこの非放電をやる、時期っていうのを、まあ、11月の上旬を予定してますっていう風に言ったんですけど、まあ、すいません、遅くなってしまいました。でその原因っていうのが結構あって、まず一番最初につまずいたのは、今回のこの今まで通り台の音声っていうのは、台から出てる音声っていうのはこっちのカメラに、今撮影してるカメラの方に出力してます。うん？もういいってそういうアップデートのお知らせとか。なので、今まで通り雑音は入らないはずなんですけど、いつだったかな？いや、そうか、デビルマンの第5話で、お話をしたと思うんですが、この道具機械があって、ここに電源ボタンがあって、これでオンオフできるんですよ。でこれがボリューム調整のつまみになっていて、こっちからこっちが重低音の方ですね、ローで、こっちがミドル、ミドルがここのスピーカーで、ハイがここのスピーカーになってるんですけど、いや、この機械をつけたことによって、後付けでの配線とかが結構なんか入り組んでてですね。で、デビルマンは割かし古い台だったんで、まあ割とそのスピーカーから出てる配線っていうのは、剥き出しの状態が多かったんですけど、もうこういう新しめの台になってくると、もうやっぱこう、場所がないんで、もう配線詰めるとこに詰めたろうとか、もうそういう感じなんですよね。なんでさ、それをこうセッティングするのがめちゃくちゃしんどくて、一番確実にやる方法は全部こうバラしてやるってことが一番良かったんですけど、もうそのやる気も起きないくらい、ちょっとこうネジ何個外せばこのスピーカーからの配線は引っ張り出せるんだろうかっていうところだったんで、まあああんまり良くない、良くないっていうか、なんでその要はスピーカーから出てる配線がどこに繋がってるかっていうのをこう自分でこう判断して、要はそれが端子に刺さってるんですね、ブスって。要は
そこを引っこ抜けばスピーカーから音が出ないっていうのを確認さえしてしまえば、まあ、あとは、スピーカーのプラスとマイナス合わせて、ね、配線ぶっちぎってつなぎ直してまあ、ミキサーからこっちにつなげばもう OK なんで、話で言えばそういう簡単なことなんですけどそれ結構つまずきまして、もう合ってるはずなのになんかえらい雑音が入ったりとかで、いろんな試行錯誤をしてやっと今のこの音質までたどり着けました。なんで音厚みはまあそこまでないかもしれないですけど、そんなにもうなんか音スカスカでもないかなと思いますんで、これで1万ゲーム回していきたいかなと思います。まあ、台の説明とか全然してないですけど大丈夫ですかね。僕もね、なんていうのかな、行きましたね。はい、これでチャンス目1回目。チャンス目すげえいっぱいあるんで、いちいち覚えなくていいです。まあ、もうこれバッシャーンでシャッター閉まったらもとりあえずチャンス目とか、まあ、フラッシュしたらもチャンス目なんで、よし1回目これ覚えとかんとかんな。よし行きましょう。はい、追っかけタイム。これがまあチャンス目で揃うと基本的に MB ミニボーナスに入るんですけど、ミニボーナスの種類が3種類あって、これが追っかけタイム一番ART につながる確率が一番低い一番下のモードっていうかミニボーナスですね。であとはドラゴンバトルがあって、秘宝伝でおなじみの高確率があります。で、まあ、高確率も無限とかもあったりとかするんで、まあ、それは出てきたら嬉しいね。まあ、早速ちょっと回していきましょう。でこのおっかおおいきなり上がったな。今みたいにモードをどんどん上げていって、このとりあえず輝きの回廊っていうところまで一番上まで行けばとりあえず ART 獲得。まあ、僕正直なんていうのかな、そのじゃあこの子役確率とかすっごいめっちゃモード上がるけどすげえ詳しいところはほとんど分かりません。なんですいませんっていうところですね。で、まあ、ざっくり言えば、おあるんじゃないの、しれーとおっしゃったけど、ありゃ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 、上がりました。やった、もう ART 獲得です。やったと、ミニボーナス中は基本的にこうやって変則さっきみたいにベルチェリーベルとかで変則でベルが揃うんですけど、おこれ行くんじゃないかな、あれ、こうやって今の11枚の腹出しのチェリーとかも揃えます。でこういう小V とかは基本的に3枚の腹出し、斜めに揃えば11枚です。あ、行きましたね。これはいけい、すごい、1回目のチャンス目から ART につながるという、なんて幸先がいいのでしょうか。はい、秘宝ラッシュ、これが ART です。まあデビルマンの時もね、第1話にしてフリーズ引いて確か7セットくらいだったかな、まあ不甲斐ない結果に終わってしまったんですが、やっぱ安定のスタートダッシュを決めるアルフ、さすが。なんかいろいろ説明したかったけどな、なんかまあちょっと様子見ながらやってきます。でこのビッグマーク、このビックリマークが出た時は、どっかでいいんで、クロバーを狙ってください。でシングルとかが成立してしまうと転落してしまうので、 AT 状態から ART に復帰っていうのが基本的にそのチャンス目を引かないといけないんで、結構しんどいんですよね。でこの黒ナビだけじゃなくて押し順ベルとかのミスでも転落してしまうんで、結構ふぃーとかやっとってもうミスった時にはすごい悲惨な時はありますね。
まあ僕はもう一、おーチェリーしまった。僕今右から打ってるって言ったじゃないですか。あの飛砲伝結構そのギミックが凝ってて、あのさっきの MB 中にも僕この押せボタンとか押してたと思うんですけど、あのさ、どっから説明しようかな。まあ一個一個説明していきましょうか。もうなんかちょっと間違ってたらすいませんなんですけど、 MB 中とかにとか、あと秘宝ラッシュハイパー特化ゾーン中に、あのお滑ったよ、あラスちゃん、あーないか、はい、そこ行ってる間に終わってしまいました。まあ、50ゲームで獲得枚数が87枚で、この終了画面の時にこのピラミッドヤクモのをタッチすると、次の冒険に出発、こういうのが出て、まあ、これが設定資産になります。これ主人公のラッシュなんですけど、ラッシュどっちだったっけ、偶数の時に出やすいんだったかなですで、基本的に ALT 終了後は、この輝きの回廊ステージに移行します。で、ALT 終了後の一部で、クレア降格っていう、引き戻し確率が 70% を超える、だいぶ熱い、ステージに移行するんですが、基本的にはこの輝きの回廊に行きます。で、さっきみたいに3枚ベルが揃うと、これで完全に ART が終了です。で、そのギミックの話に戻るんですが、ミニボーナス中とか、この特化ゾーン中とかに、まあ、ベルとかが揃ってる場合に、押せボタンを押して、ここにね、ちっちゃくね、イナって光ったりするんですよ。これが光ってると、要はその転落してませんよーっていう合図になります。で、次にこれね、絶対見えないんだけど、これ今ちょっとだけ光ってるのがあります。これユラーリなんですけど、これ光ってると、要はこのステージ、輝きの回廊が一番、要はモードが高い状態に滞在してることが確定してます。で、あとこっちにはね、レオンがいて、これが確か通常時がビッグ確定だったかな。で、ART 中とかだと、特化ゾーンもしくはビッグ確定だったかな。で、あとは、ここを説明して、で、ピラミッドを、こうやってやると、ここにクレアがいるんですけど、これが光ってると何だったかな？なんか結構いろいろある。ちょっとテロップ載せておきますね。で、あと、もう動画で多分見せることがないですけど、この中、ここに、なんだっけ、なんか、ベロマジンだっけ？なんかいるんですよ。で、それの目が光ってる色、で、基本的に公約、まあ、チェリーなのか、チャンス目なのかっていう、示唆をしてくれるんですけど、僕は多分1万ゲームをやってる時はそれを見ることができないですね。なんで、この秘宝伝は、もう結構、ギミックが凝ってるんで、あと、ここの、神の目が光ったりとか、いろいろあるんで、まあ、だからどうしたっていうところなんですけど、結構油断してるとおっってなったりとかするんで、しれっとここのレオンくん、初代のレオンがしれっと光ったりとかするとおおって、僕は多分ホールでもそんなに見たことがないけど、あれはあれで嬉しいですね。で、簡単な打ち方の説明なんですけど、まあ基本的に普段通りね、クロバー狙って、で、まあ滑ってこれば、なんだっけ、こいつか、これが滑ってきたら一応狙った方がいいです。で、まあ揃う場合もあるんで、もちろんこう、多分こういう時ですね、こういう時にまあ狙って、で一応この滑りリップと、まあフラッシュ今鳴ったと思うんですけどが、基本的にそのチャンス面に同時当選する確率が一番高い役になります。あとはまあ普通にチェリーとかでも、チャンス目当選したりとか、ちょっと単独リップとベルでの重複もあったのかな、その辺はわからない。だからもう基本的にはもう滑りリップ待ちですね。で、結構油断してるとチャンス目揃ったりとか
するんで、まああまり気も抜けないのかなっていう。ただ通常時はね、至っても本当にずっとね、ラシとね、この女の子レオナちゃんなんですけど、もう基本的にこう歩いてて、ね、たまにこういう藤子的なポジションのシャーリーがなんかね、邪魔しに来るみたいな感じです。で、通常の高確率が ART の当選確率確か 60% くらいあるんで、そこにまあいかに飛べるかが勝負ですね。はい、滑りリップ。あの滑りリップの、まあ、次ゲームっていうか、滑りリップで例えばチャンス目当選してた場合は、何かしら子役が常に揃って最終的に、まあ、あのチャンス目が出てくるんですけど、要は外れたりとかしたらもうほぼありません。まあざっくりね説明したけど、まあみんな知ってる人も多いと思うんで、まあそうだね、まあ僕があんまりあのこの際に対する知識がそんなにないっていうのもあるんで、あのわかんねえってなったら僕調べてちょっとテロップ載せる場合も多々あると思うんで、まあ、そこはもうそれで許してください。おおびっくりした。はい、まあ、突然た1ゲーム前ってリプレイ引いてましたっけ、全然覚えてないけど、その通常のリプレイで当選した場合もあるし、もちろん単独でこのチャンス目が成立した場合もあります。というわけで2回目のヒホチャンスいきましょう。はい、追っかけタイムで、この追っかけタイムにもなんかその内部モードみたいなのがいろいろあって、要はポイント制なんですよね。ポイントが何ポイントかあって、そのポイントをマックスまでいけばあの ART 獲得みたいな感じなんですけど、あ今これ押したんですけど、イナランプが光らないので、そうですね、こうやって、まあ、あの黒ナビが出たりとか、今の多分11マイベルであの転落しました。でこのお化けちゃんが出てくると、終了のピンチで、僕はいつも右リールをしてます。で右リール上段にベルが止まったらほぼ1冊で終わってしまう。3枚ベルが揃うと終わりで、ここでもあのこうやって触るとこの子が出てきて、ペカンコでしたっけ。でこれでもなんかいろいろ示唆してるんですよね。次今どのモードとか、で次回高確率確定とか、そういういろんな示唆があるんで、お滑りリップ、あーいるかな、あいそうだよ、ほいほい、まだわかんない、いるでしょう。 OK、52ゲームですね。で3回目、また追っかけタイム、よし、まだいる、まだいるときは基本的に僕順押しします。こうやってチェリーが揃うときとかがあるんで、よし、こういうこともあります、普通にね。おお上がるよ、あやべ転落してる、多分ここはまだ揃う、あーいてほしい。おおこれ今転落してるんで、あのこれでこの滑りリップでまたあの当選してる可能性もあります。やべえ終わっちゃったよ終わっちゃった。はい、また普通ですね、さっきと一緒。おおこのグレンの警告がまあそこそこいいモードです。でここでチャンス名引くと基本的にドラゴンバトル以上になります。結構調子はいいな。まだ300ゲームくらいしか回してないですけど、もう3回引いてるんで、まあだいたいやっぱり100分の1くらいですね。まあここから大ハマりしないことを祈ろう。お、はいはい、頼むよ、まだわかんない、あいそうだよねこれ、よし4回目、69ゲームはい、ドラゴンバトル。あれめっちゃ減ってない？めっちゃ減ってない？びっくりした。
このメーターの説明をしようと思って、いや、ゼロにしたら ART ですっていうのを言おうと思ったらめっちゃ減ってた。びっくりした。でも転落してる。おっしゃしゃし。お、チェリー。避けるか。ここでチャンス目を引きたい。もう一回。ダメか。おお。これいったんじゃない？よし。はい、4回目の、チャンス目で2回目の ART ですね。行きましょう。ヒホラッシュ。ドヤ顔。お、あ、この人数は弱い。なんかちょっとお化けがピシャーって出てくるとチャンスアップ。チェリー。あんまりか。あまり強くなさそうだな。いや、特化は入れたいな。ゆらり。いや、よかったな。なんか多分そのさっきのドラゴンバトルは内部モードが割といいポジションからスタートしたっていうことですね。あんだけメーターがもうがっつり減ってたんで。お、チャンスアップ。おいおい、ナイスベリーリップ。うん、弱いな。弱い。ダメだね。まあ、今回のメインミッション3つあるうちの2つが ART 中に関することなんで、まあ、あの、まあ、ビッグ2回引くのはまあいつでも大丈夫なんですけど、あのその特化ゾーン秘宝ラッシュハイパー中に、1000ゲーム以上、999ゲーム以上上乗せすると伝説達成ってなるんですけど、獲得枚数じゃない、上乗せゲーム数みたいなところが伝説達成みたいになって、でもう一個の超秘宝ラッシュに入れるっていうのも、まあ、ART 中しかもちろんできないんで、あのこういう早めのね ART とかでそういうのも達成したいなっていうのが、まあ、本音。まあ、なかなかねできないんで、まあ、難しいとは思うんですけどね。まあ、このめちゃくちゃレンジシリーズ、まあ、何回かやる予定ではいるんですけど、やっぱ1回くらいはねちゃんとこう、ミッション達成したいな。毎回毎回ね罰ゲームやるのも辛いんで正直。この倉庫行ったら終わるし。あ、でこのさっき あのびっくりマーク黒ナビの時に、まあ、3回4回継続するとなんかちょっとそういうなんか特化ゾーンじゃないですけどに行きます。まあ、行った時に説明します。今2回、もう1回ダメか。獲得枚数少な。はい、50ゲームで、獲得枚数47枚。カス。おお。設定 4以上だったっけ、3以上だっけ、なんかの示唆です。早速、まあ6なんでね、僕は分かってるんであれですけど、そしてもう3枚ベルが揃ったので転落と。お、頼む。押せない、滑った。おお、2連続当たれ。まだ分かんない。よし、まだ分かんないよ。いるよいるよいるよ。よしよし、5回目。さあ、転落さえしてなければ高確率が飛んでくるはず。よし、来たー。いやー、やっぱね、秘宝伝ファンとしては、まあ、結構、なんていうの、その、知識もないのにって言って、にわかかよって言われるかもしれないですけど、秘宝伝めちゃ好きなんですよね。やっぱね、高確率は面白い。おう、おう、あ、100%。なんで、もちろん ART は確定しました。で、今これ、イナランプついてるんですよ。要は、まだこれ、MB が、転落してないんで、これ別途押すとあの準備中になるんですよね。でそれはちょっとまああの上乗せ特化ゾーンみたいな扱いになります。じゃあ行きましょう。3回目か。これ準備中、ヒオラシ準備中で、この時に
結構あのレア子役とかで上乗せしてくれるんだけど、よし、これ今閉まっちゃうと終わりで、今2ランプついてるんで、あの継続です。でこういうチェリーとか揃うとこうやって上乗せしてくれます。よーし、うわー終わった、終わりました。というわけで、70ゲームからのヒホラッシュスタートになります。めっちゃ入ることない？いいね、すげえいいよ。おお、光った。これ、あの、大魔神さん、何、なんか光ってるかな？見えねえや。よし。これはあるでしょう。OK。これ、どっかいただいたな。OK。ぶるったね。よし。さあ初特化ゾーン秘宝ラッシュハイパー、そしてまあチャンス名がこれで6回目か、もう楽勝じゃん。おクリアチャレンジで、秘宝ラッシュハイパー3種類あるんですけど、これがまあ真ん中で、まあ、先読み終わったし、ふざけんなよ、もうクソイライラするやつねこれ。あ、よかった。よし。一番下の特化ゾーンは確かなかったと思うんですけど、このクリアチャレンジともう一個上のピラミッドパワーは1ゲームで終了したときに、このフリーズの抽選をしてるので、それに今引っかかりましたね。素晴らしい。ゆっくり見ましょう。よっしゃー、というわけでミッション1個獲得しました。超秘宝ラッシュ行きました、やったぜー。で、超秘宝ラッシュ中はあの残りゲーム数の減算がストップして、であの当然上乗せ性能がアップしてます。でこれショートとロングがあって、でこういうベルとかでもう普通に乗ってくるんで、でまあロングだとどうだったかな、なんか平均400ゲームとかだったかな、結構いくんで、ショートじゃないことを祈ろう。やっぱね、僕はやっぱ1話でなんか起こすんだね。やっとぜ。さっきねクリアチャレンジ 1ゲームで終わってクソイライラするとか言ってたのに。えい、20ゲーム、熱っ熱っ、あてい、30ゲーム。このね、スリリリップとかでも乗ってくれるのはね、すごいありがたい。まあ、よく言えば、チャンス目引きたかったけどね、僕はもう、おぉ、チェリー、ドン、30。はい、10ゲーム。やっぱいいね。いいじゃん、メジャー、もうたまらんね。はい、残りゲーム数がもう200ゲーム超えましたね。やべ、めちゃくちゃ楽しい今。あーやばい、あーどうしよう、これ押すとインナーランプつけば継続。あー終わりました、くっそー。はい、というわけで超秘宝ラッシュはどんくらいか、180ゲームくらいかな、だいたいの上乗せで終わってしまいましたが、まあミッションは達成1個できたのでよしとしましょう。お、
セリ。弱いけど、あーなさそうか。ない。お、あったあったわ。よしよし、これで7回目なんで今日のミッションはクリア。 OK。 はい、気泡スプラッシュが一番弱い特化ゾーン。でもまあこいつもたまにこう結構こうやってカットインが出ると基本的にレア役、まあ、チェリーが揃ってで上乗せっていう形になります。弱いんですが、あの結構こうやってねカットインいっぱい出てきてくれたりもするんで、こうやって50とかね乗ったりするんですよ。だからたまに頑張ったりするんで、僕はこのクジラちゃんは嫌いじゃない。めちゃいいじゃん。50、やべ、あー終わった。はい、トータル110ゲーム上乗せ。まあでもこうなってしまうともう残りは感想戦ですよねどうしよう皆様の大好きな僕の罰ゲームをやる姿が見れませんよ。どうしますか。まあ、ここでね動画をこう見るのをやめてしまう人が続出すると僕はそれはそれで困ってしまうので、まあ ART をねこうどんどんこう上乗せしたりとか、もう爆発させて、まあ、店はどんどん作ろうかなと思います。よし、やったー、油断してた。これた多分ここで揃ってたかな。まあか、うわーびっくりした。100円も乗ってた。でちなみに、今日チャンス名の時は、必ず、秘宝ラッシュハイパーに飛びます。あっちよー。あっつとか、これ僕初めて見たな。ここかな？まさか。だ、やった引いたよ。さっきの多分強チャンス目揃ってたんですけど、僕は多分ペンペンペンと押したんで揃わなかったんであれなんですけど、すいません。見せ場来た。よっしゃ、ボーナス行きましょう。やべえ、来た。あ、やだ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 。あ、行きましょう。ハサミで。よっしゃー、一回目。だいたい設定6だと、ボーナスの当選、5600分の1くらいなんですよ。なんで、今回2回引くっていうことにしたんですが、やっダーボーナス来たぜ。行くぜ行くぜ。平均上乗せゲーム数がだいたい200ゲームくらい。300行こう。神曲ー、神曲すぎる。よし。で、このカットインが出た時は、ピラミッドを狙ってください。はい、で揃うとビヨーンって。で告知は最後になります。ダメか。
で、逆押しするとこれで1画、上段にピラミッドが止まったら1画です。ふふふ、つかんでますよ。よしよし、なんか すんげえことになったこれやべえんじゃねえか。よし、緑、このエフェクトの色も一応なんかあります。なんか 赤とかの方がもちろんいい。よしよし、緑ばっかだな。終了。さあ何ゲーム乗ってるか、いきます。あ、とりあえず100も超えた、200も超えた。あ、めっちゃプルプルしてる、ブルブルしてる。340ゲーム、ううやべえ、脳汁がすげえ。あー、やばい、脳汁きたー。まあ、目標の300ゲームは超えましたね。よし、行こう行こう。はい、まあ、トータル500枚以上獲得したのと、残りが681ゲームすげえ。ちょっとね、びっくりしてる。デビルマン見てくれた方、覚えてる方いるかもしれないですけど、今年、おーっと、これいるね。今バウンドストップしました。これはチャンス目ゲット。よっしゃ、はい、9回目のチャンス目、秘宝スプラッシュで。話戻すと、そのデビルマンの時に言ったんですけど、まあ、今これ動画撮影してるのが12月じゃない、終わっちゃった、上乗せなし、11月の、まあ、下旬なんですけど、私ちょっと遅めに京都に行こうかなと思ってて、まあどうだろうな、まあ、全然まだね、日にちは決まってないんですけど、今回はちょっと紅葉メインではなく、まあ、着物レンタルをして、着物を着ることがまあメインと。で、ちょっと美味しいものでも食べようかなっていう感じです。まあ、いつもね、毎年紅葉見に行くんですけど、今年ちょっとね、やっぱその急に寒くなって、散っちゃった僕が見に行こうとしてるところもほぼないらしいんで、もう来月行こうと思ったらもう無理なんですよね。ちょっと紹介しようかな。僕携帯を変えたんですけど、話題の iPhone X が届きました。と、色がシルバーで 256GB を買いました。で、まあ、11月3日発売で、僕7日に届いたのかな。でも割と早く届いてくれたんで、よかったんですけど、お、今チェリー1限前チェリー揃って、で今黒ナビが出てリプレイ揃いましたよね。チャンス名引いてると思います、当選してると思います。はい、 OK、 スプラッシュいきましょう。まあ弱いんで、ちょっとさっきの続きしちゃう。あ、終わったわ、終わりました、2ゲームで終了。これがあるからね。で、まあ iPhone X に変えて、痛い、まあ顔認証になってからね、本当にスムーズですよ。まあ唯一顔認証してくれない時があるとすれば、僕の寝起き、もうとんでもねえ顔してるんだろうなっていういつもね、こう失敗するとブルってなるんですけど、携帯がもう毎回必ず寝起きアラームとか鳴って、止めようと思って、こうやって止めてこう顔認証しようかなと思うと、ブルってって打線したって、僕はもう一生懸命こう目を 見開いてるつもりなんですけど、あれ
今シングル何回やってた？おお、これ今煽り始まってます。これ行くと伝説ミッション。名前なんだっけこの子？あ、イノッシで5ゲーム間シングル引かなければあのゲーム数上乗せになります。1ゲーム2ゲームで、びっくり黒ナビ出てきてもあの普通にリプレイとか揃ったりとかするんで、これが、まあ、ピンチなんですけどね。ピンチなんですけど、あ、終わりました。はい、まあ、1回目の伝説ミッションは失敗と。イノッシーとファオングだったかな。ファオングの方が成功すると3桁以上の上乗せが確か確定で、イノッシーは成功すると50ゲーム以上の上乗せが確定だったはず。違ってたらすまん。お、上がってたね。モード以降のケーキとかよくわかりません。シングルとかでもひょっとしたらそのあれ2回だよね。今2回での煽りは結構熱いと思ったけど、いったわ。2回で煽り、抽選はもちろんしてるんですけど、2回以上からめちゃくちゃ薄いはずなんですよ。で、2回から煽りが行くとやっぱ熱いっすよね。いった。もしくは3回、なってたかもしれないですけど。よしよし、セーフセーフ。今みたいに黒ナビが出てきてもリプレイとか揃って、セーフの場合もあるけど、これや。よし！あー！成功！はい。ミッションクリア。これクリアじゃないですかね。これはクレアと読みます。50ゲーム OKOK。 ゲーム数全然減らんな、やば。お、これある意味ラストちゃんじゃねえか。ほいほいほい、ダメか。お、またチェリー。行こう行こう行こう。クレアちゃんに会いたい、クレアさんに会いたい。ダメか。はい、今ちょうど1000ゲームに達しました。見えますか？見えるかな？見てる。これ。よし、見えた。1000ゲーム到達しましたんで、まあ、今回、引いたチャンス名が10回と、まあ、ALT が2回突入してますね。で、まあ、今も継続中ということで、まあ、ボーナス5というか、うん、今現在のゲーム数だと221ゲームです。で、まあ、次回は、これの続きからやって、で、またちゃんと、これもね、カードも混ぜて、もう一回、一回引いたカードも、もう一回混ぜます。追加というか、戻してからもう一回引くので、2連続で7回っていう可能性もありますが、まあ、頑張ってやっていこうかなと思います。で、今回が、まあ、めちゃくちゃチャレンジ第2弾の初っ端で、まあ、これ、飛行でね、回していきましたけど、やっぱりね、僕は第1話に強いんだろうなっていうことがね、再認識できたというところでございます。はいね、超飛行ラッシュも引けたし、ビッグボーナスも引けたし、初っ端のミッションもとりあえず達成はできたんで、この調子でね、どん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 頑張っていきたいかなと思います。まあ、応援してくれる方もね、ちょっとずつ増えてきてますんで、これからもどうぞよろしくお願いしますといったところで、今日は終わりたいかなと思います。では第2話、そうですね、飛鳳殿の第2話でまたお会いしましょう。今日はありがとうございました。アルフでした。バイバイ。